あっていかがですか。そうですね。だから本当に歴史ちょっとした行き違いすれ違いでもうこんなに世界史が変わってしまう。そうですよね。しみじみとそのね春の音も穏やかな方の春の音がねちゃんと実行されていれば戦争にならなかったでしょうし。結局その歴史を振り返ってみますと結局そのコミンテルン、まあ、要するにその共産主義者がですねやってきたことっていうのは結局その盧溝橋事件の時も日本軍と、まあ、国民党軍が対峙しているところは一発の銃声をで、まあ、引っかき回すというような形で結局その彼らが今までやってきた有史以来やってきたことっていうのはコミンテルンができて以来やってきたことっていうのはもうとにかく世界中を戦乱の渦に叩き込むというようなことをずっとこの続けてきたというふうに言っても先生これ過言じゃないと思うんですけども、ええ、はあ、それは結局ですね、はい、盧溝橋で、はい、戦争が始まったというのは、うん、それ自身がですね、はい、これ真実の歴史から逸脱した嘘の歴史なんですよ、はい、昭和12年の7月7日に北京郊外の盧溝橋に響いた一発の銃声がというふうになりますね、はい、盧溝橋事件のこと、はい、ところが本当はその前の年12月12日西安事変っていうのが事件っていうのが起こるわけです、はい、蒋介石がですね張学良に部下の張学良の捕虜になりましたね、はい、そして延安の毛沢東たちに知らせるわけです。蒋介石を逮捕したと、うん、ただ喜んでですね、毛沢東たちは処刑しようとします、うん、中国共産党軍はですね。ところはそれを許さなかったのがスターリンです、はい、で魔界にならんと処刑するなと、うん、で、まあ、これはコミンテルンのコミンテルンというのは念のため申し上げておきますと第三インターナショナルのことですね、はい、コミュニティステンインテルナチオナーレを略してコミンテルンと言ってますけどもコミンテルンの決定としましてね、命令するわけです毛沢東たちに、はい、蒋介石を生かしてそして日本との全面戦争に踏み切らさせろと、はあ、そして共産党員は国民党と一緒になって、日本との戦いを拡大し、そのどのこのとつまり革命の目的の実現のために、諸解析を生かしておけと再評戦の理論って言うんですかねこれ、固い氷を砕くのには再評戦にやらせて、はい、再評戦にやらせといて革命の目的を達成したらまあ再評戦はその時には撃沈すればいいというのが有名なコミュニティの再評戦のテーゼというものなんですけどね。なるほど。だから蒋介石は日本との全面戦争をやるんだということを約束させられるんです、はあ、だから張学良周恩来、はい、蒋介石この3人がですね、なんて言いますかね、まあ、この中にも書いてますけどもきっと約束の文書を交わしたでしょうね。この文書が出てくればですね、これはまあ本当に歴史はあれですけども、おそらくこの文書だけは出てこないでしょうね。例えば先生例のね妙なものだけが出てくるという意味ではね、例えばその今のまさにその日本のマスコミだとか政界っていうのも完全にその流れをですね、このそのコミンテルに毒されたその流れっていうのを組んでるもんですから、出てきても完全に封印してしまって、それで出てくるものの中には例えば先般の富田メモというようなその何これというようなもの、なんでこの時期にというようなものがひょっこり出てくると、どう考えてもうさんくさいものが出てくるわけですよね、でこうやってやっぱりもう本当に日本はどうにもならないのかと思うぐらいのちょっとこう感覚を受けるんですけどもね、先生このあたりですね、この飛びたメモについて、まあ、いろいろと先生の試験まあ、こういろいろとお持ちでいらっしゃるところなんですけども、ちょっとこのあたりについてお話しいただけますでしょうか。まあ、富田メモっていうのはですね、はい、あれは昭和50ごめんなさい、63年の4月28日、はい、
だと発表されましたよね、はい、そして実際にそう書いてありますね。プレスとの会見4月28日と、はい、4月28日に昭和天皇は記者会見をなさっておりませんから、はあ、これはもう単純な事実なんです、はい、4月28日に記者会見をなさったのは徳川前侍従長です。侍従長が、侍従長が12日に、退職されましたから、はい、退職記念の記者会見なんです、はい、だからあの富田あのメモなるものは、うん、宮内庁長官の富田さんもその時に同席してますから、うん、だから4月28日のメモだっていうんだったら、しかもプレスとの会見のメモだっていうんだったら、喋ったのはもう徳川侍従長以外はないわけですから、はい、しかも徳川宗家のそのご当主といたしましてね、松平がとこうなるわけですね、はい、それからもうこうあのお言葉、あの言葉遣い自身がですね、昭和天皇のお言葉じゃないですよ。なるほどね。例えば高松メモですからね、はい、高松皇居の時どの子のってあるわけですね。高松宮が亡くなった時ということですけど、はい、弟宮のですねご逝去をですね皇居なんていう言葉でですね、あ、陛下が言われるわけないですよ、はい、これは臣下のものが宮殿下のご逝去をですね皇居と我々も言うわけですけども、はい、弟宮のことをですね昭和天皇が皇居の時なんてね、もうそのこと自身でですねちょっといや立ちの良くない冗談だというこれはね、ですね、なかなか皆さんもちょっとお気づきにならなかったと思いますけどもね私もその実は昭和天皇から直接聞いて伺った話ではなくて、そのメモがですね、その人を介しているということ自身にあれちょっとどうなのかなと思っておりましたけども、今の件で非常にクリアになっております。なんかね、うん、知ってはならない何かがあるじゃないですか。何がこの知ってはならない、それ向こうからすると知られてはならないというものがね感じますけど、やっぱり東條さん どうですかね、あのねメモの中ではもう、うん、まさに、うん、でも大体の国民はおかしいと思ってますよね。だって記者会見がない日にあったっていうこと自体がおかしいし、ね、言葉遣いもおかしいし、本当に先生がおっしゃる通りだと思います、ね、うん、またね、なんでその日経新聞なのかというのも私も非常にその分からないと言いますかね、やっぱりどうしてもその時期が時期だということもありますけれども、やっぱりねこの辺のところっていうのは政治的意図といいますか、非常にねそのいびつなといいますか政治的意図、例えばその靖国神社参拝を首相がするというような問題に対してですね、それを快く思っていない側のですね焦りすら感じるようなああいう発表だったというふうに私はその思っております。またこの本の中でですね、先ほども少し戦略論といいますか大東亜戦争の時のこの戦略論について、少し僕ハルノートを中心にですねお話をいただきましたけども、具体的に、ちょっとこの先生このなんて言いますかね戦略論の中でですね、少しそちらの方に話をもう一回戻しましてですね、この真珠湾攻撃の時もね、はい、ちょっと皆さんにこれ絶対これ読んでもらいたいんですけどもね、この真珠湾攻撃の時も一カップ湾からずーっと真珠湾に向かうこの艦隊はすでに筒抜けになっていったという、これまあよく言われることなんですけども、具体的にこの真空海域という言葉が先生お書きになってますけど、ちょっとこの辺りについてお話をいただきましょう。真空の海バキュームシーというですね、はい、オペレーション作戦がですね、作戦指令が出るわけです。バキュームシーですね、だからあの北の海ですね、はい、一カップからハワイへ至るあそこのところに近寄るべからずと、真空地帯にしとけと、はい、発見するなと、はい、日本海軍の艦隊を、はい、で発見するなという指令が出ましてね、アメリカ軍から非常に熱い保護を受けながら、はい、秘密の航海をガラガラヘビのように、このハワイへ向かっていくんですよ。ガラガラヘビといったのは無線を封鎖していたなんてな、はい、あれは嘘でしてね、はい、お分かりのように3地点からですね、こう無電を傍受すればどこからどの地点から
来てるからこうスッと方角交差させれば3つが交差したところが、はい、あのその軍艦のおるところでしょ、はい、だから機関の赤城以下31隻のですねあの呼び出し符号が全部分かってるんですよ、はい、だから今赤城から何が出たなっていうのはですねでその刻一刻とですねあのもうどこにおるってことは分かってるんです分かっていたとね、あの